下調べは万全だ。ついにもう一つの宇宙を手に入れる時が来た。どこまでだ貴様は。小隠れ流正統イライア宇宙人デモスト、また何か企んでいるようだな。銀河連邦警察だ。犯罪組織宇宙忍者暗黒団首領デモスト、違法の忍術を使って数々のテロ行為を犯した罪で貴様を逮捕する。邪魔はさせん。12の犯罪組織を手がえる邪悪な宗教団体幻魔空海、教祖フメインを頂点とするこの一大勢力に対抗するため、銀河連邦警察は宇宙刑事ギャバンをリーダーとし、警察の範囲を超えた宇宙の戦士たちを選抜、スペシャルチームを結成することにした。その名もスペーススクワッド。エコー真空拳。今回ギャバンは宇宙刑事シャイダーと小隠れ流第36代総剣天城東馬、忍者ジライリをチームに編成、数々の宇宙テロ事件の背後で暗躍する宇宙人デモストの犯罪の証拠をついに掴み、逮捕に踏み切ったのだが、こちらの宇宙は貴様らのせいで狭くなった。さらば待ちやがれバビロン。逃げられた。やつはディメンションホールを出現させ、もう一つの宇宙に逃走。シャイダーもその中に吸い込まれた。了解。ジライアは戻ってこい。俺と一緒にもう一つの宇宙へ行く方法を探ってくれ。分かった。もう一つの宇宙、つまりあいつらがいる。来たこれ。よっしゃ、ラッキーだ。ご覧ください。リベリオンが新たに開発した次世代のキュータマ、ネオキュータマです。ネオキュータマは生命の源であるプラネジウムの受け皿となり、医療、環境、エネルギーなど様々な問題を解決することになるでしょう。俺様は初代宇宙連邦大統領にして二代目宇宙連邦大統領、すなわち大鳥剣である。宇宙が解放されて4年が経った。だが我々はまだ復興の途上にある。すなわちこのネオキュータマは新たな宇宙の未来を切り開くものと確信している。現在慎重に実験を進めており、おうしだけ惑星ダカオでの実験は成功、この地球での量産の目処もついた。みんな刮目して待っていてほしい。いい度胸だね。これでもボクシングはリベリオンの総司令官にしてドラゴンマスターリュウコだ。ちゃんと最後まで言わせてよね。こりゃおったまげた。ハミ待て。わたたほら腰が痛てててて。なんだラッキー来てくれたのか。999回目の防衛戦なんだってな。すごいじゃねえか。必ずベルトを守り切る。今何してんだ。まだ旅を続けてんのか。リーヤには早く帰ってこいって言われてるけどな。そしゃガルはどうした。それがさ、ガルは来てる。
下だと子供まで。あいつがな。スティンガーたちはリベリオンに残って宇宙の復興のために駆け回ってる。バードのレストランは大繁盛。ハミーも無事大学を卒業したみたいです。そうか、ラッキー、ラッキー。速報です。キューレンジャーのカメレオングリーンとして活躍したハミー氏にリベリオンが新たに開発したネオキュータマを盗み出した疑いが持たれています。その際、現場に居合わせたリベリオン総司令官であるショー・ロンポー氏が負傷した模様です。なんじゃこのニュースは。惑星高尾の病院に搬送され、容体は分かっていません。なニュースだね。逃走したと思われるハミー氏の行方は現在も不明で。信じがたいな。ハミーがそんなことするなんて。あなたたちの仲間であるハミーの攻撃により超総司令は負傷。その際しっかりと顔も確認しているとのこと。でもネオキュータマはリベリオンで厳重に保管されていた。許可なく盗むなど言語道断、すなわち重罪だ。意見してもよろしいでしょうか。ハミー氏は仮にも宇宙を救った救世主です。理由もなくそんな行動を取るとは思えません。慎重にことを運ぶべきでは。もちろんだ。スティンガー、ハミーを捕まえてくれ。事情を聞きたい。ああ、 OK だ。よくやってくれました。これがあれば私たちの悲願は成し遂げられます。信じられないといった顔ですね。今からお見せします。技術天魔転生。よみがえる。未練を残し死んでいった強者たちよ。あなたたちがこの世に残した未練、今こそ力を解放させて悔いを晴らす時が来た。未練、それ強い者と混じり合い、この妖刀浦政に血を吸わせること。楽しいね。けどもっと楽しみたいね。あと宇宙一のお宝も手に入れなきゃ。あなたたちはいいものかしら。ここまでです。あなた方の未練を果たすうってつけの相手を用意しました。それはいいものなんでしょうね。ずいぶんと冷静ですね。あなたの未練は何ですか。あんた、私のこと知らなすぎるわ。私はリオ様の愛のために、リオ様の愛のために戦うラブボリア、臨終カメレオン剣使いのメレ。リオ様のいない現世に興味なんかないんだけど。術のかかりが悪いようですね。不明院のために。行け、我らが悲願のため戦え、同志たちよ。まずこういうのは現場から調べるのが基本だよね。ああ、何か手がかりがつかめるかもしれない。総司令、心配ですね。総司令ならきっと大丈夫。君たち、キュータマってお宝持ってるんだって。貴様、ハミちゃんから聞いてみる。ハミから事情を聞かせてもらおうか。
そんな簡単に引けると思ってんの？何かを得るには何かを捨てなきゃ。君たちのお宝もらっちゃうよ。楽しませてくれよ。現在謎の敵と交戦中、どうやらハミーのことを知っている模様です。ハミーのことを仲間だと。これで証拠は固まったかと。そんな。ハミー、地獄で、こっちが魔獄、そして私はエスケープ。すっごくいいものよ。皆さん逃げてください。剣に会えば状況がわかるかもしれない。シャンプー、試合はいいのか？何、ベルトとハミ、どっちを取るのが正義か。簡単な選択だ。ああ、こっちのキノコも可愛いな、ね、俺とお茶しない、ね、ちょっとだけでいいからね、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 よしよしよし、あ、髪の毛サラサラ、お手手もすべすべ、え、待って待って、お茶だけでもいいからさ、待って待って、あ、ちょっとちょっと、なんだてめえは、チャラいやつだな。お、誰がチャラいって。何やんのか、むずい。うわっ、だけか、え、我が輩にパワーないと思ってたか。おもしれえ。うわっ、あなたたちが9連戦。まずはハミーを見つけないとね。ああ、ハミハミ、なぜ俺たちに剣を向ける？助けを探すのはもうやめて。なんだ？ここは任せろ、ハミ。そこそこ楽しませてもらったよ。じゃん。あなた、あんまりいいものじゃないわね。行きましょう。なんか、ここは一体引こう。気のせい女はいいね。
お前のせいで逃げられちまったじゃねえか。あんた何者だ。俺の名前は烏丸柊、またの名を宇宙刑事隊だ。宇宙刑事ってことは、あの到着だ。宇宙刑事キャバン、よろしく勇者。ゲーゲのこと知ってんのか。あっけー、一緒に来てくれ。辛い任務ご苦労様でした。私は、我々にはまだたくさんのネオキュータマが必要です。そのためにはしばらくキューレンジャーにおとなしくしてもらう必要があります。わかりますね。分かってる。皆さんご苦労様でした。ちゃんとキューレンジャーを痛めつけてくれたようですね。あのイエローシェフ、あんまりいいものじゃなかったわ。俺は浦政の求めるままに剣を振るっただけだ。あなただけ大したこともできずに帰ってきましたね。どういうこと。触るな。おやおや、ご機嫌斜めのようで。で、これで終わりってわけじゃないんでしょ。もちろん、これごときで皆さんが満たされないことは分かっています。ラッキー、久しぶりだな、剣。おいもう、紹介する。こいつは宇宙刑事シャイだ。君綺麗だね。俺とお茶でもどう。あ、いい匂いがする。やめてください。俺の名前はカラスマシュ、スペーススクワッドの一員だ。スペーススクワッド、ほら昔俺がブラックホールを通ってもう一つの宇宙に行ったろ。そこのおまわりさんらしい。おまわりさん、すなわち警察、すなわちこいつは向こう側の宇宙からやってきた救世主、そういうことか。ジュリース、ツルギ、これを見てくれ。これは何かの間違いだ。悲しいが事実だ。そしてこいつと一緒に犯人が消えた。こいつの名前は宇宙人デモスト。宇宙人、すなわち忍びということか。ハミーと同じですね。デモストは俺が追ってる犯罪組織宇宙忍者暗黒団のボスで、幻魔空海十二使徒の一人だ。宇宙各地で起こってるテロ事件の裏では大抵こいつらが秘密拘束をしてる。で、俺たちスペーススクワットはようやくこいつの犯罪の証拠をつかんで逮捕しに来たっつうわけだ。なんてこった。そんなヤバい奴がもう一つの宇宙とこっちの宇宙を行き来してるってことか。それでは、せっかく平和になったこの宇宙が。大統領、これは一刻を争います。ハミーとその者の指名手配を。待てよ剣は、ハミーがそんな奴らに協力するって本当に思ってるのか。お言葉ですが、救世主の一人が犯罪組織の一員とすれば、この宇宙全体に動揺が。大統領、ご決断を。大統領命令だ。全宇宙にハミとデモストを指名手配しろ。はい、承知いたしました。お前はハミーを信じないのか。いいか、俺様はキューレンジャーである前に宇宙連邦大統領だ。そんな簡単な立場じゃない。大統領がそんなに偉いってのかよ。冷静になれ。この状況を考えれば分かるはず。分かるわけねえだろ。俺たちはどんな苦しい状況でも仲間を信じてやってきたんじゃねえか。かつては俺様に奇跡を信じて戦った。だが今は違う。この宇宙を復興し平和を守り抜くためには奇跡だけを信じて戦うわけにはいかない。剣、俺も剣の意見に賛成だ。こ
この剣を放っておくわけにはいかない。話しにやんねえな。武器を出会いを我が輩は見損なったぞ。兄貴ごめん。あなたは宇宙連邦大統領として正しい判断をしました。正しい判断ね。君もいい匂いするね。いや、なんだ。いやいや、まさか男には興味ないんです。そうか、剣とラッキーが。私どうしたらいいか分からなくて。分かった、ここはボクちんの出番かな。大丈夫じゃない。痛いのよ。あんなこと言ってよかったんですか。俺には宇宙の平和を守り抜く義務がある。ハミーにも何か事情があるはずです。それさえ分かれば。それが次のあなたの任務です。分かった。ついてきなさい。迷うようなことがあれば、わかりますね。汚名返上のチャンスです。剣があんなこと言うなんて。相棒も相棒だ。あんな命令に従うなんてな。でも、もし本当にハミちゃんだとしたら、信じたくないけど。信じたくないなら、信じなければいいだけだ。俺はハミーを信じる。うん。ボクちんも同じことを思ってたとこだよ。総司令、腰は大丈夫なの？もう平気平気。みんなハミーを頼む。言われなくたって。だがハミーがどこにいるかわからない以上、手も足も出ねえぞ。ボクちんに考えがある。えデモストはボクちんの元から4つのネオキュータマを盗み出させ、4人の敵を復活させた。ネオキュータマがないと復活させられないってことか。工場でのネオキュータマ量産が完了しました。入り口にこんなものが。なんてこと、ヤブミだと。デモストが次の襲撃場所を予告してきた。まさか。奴らの狙いはネオキュータマ製造工場。すぐにスティンガーたちを向かわせろ。俺様も出る。かしこまりました。完成した途端これか。ハミー、分かるな。俺様たちはお前を捕らえに来た。どうしてこんなことするんですか。それは自分で考えてのことか。私は今捕まるわけにはいかないの。観念しておとなしく俺様たちについてこい。ラッキー小太郎。皆さん、何のつもりだ。ラッキー、それはこっちのセリフだ。
なんでハミーを信じないんだ。ハミーが何の理由もなく悪い奴に手を貸すわけないだろ。いかなる理由があろうとハミーは重罪を犯した。証拠もある。だから捕らえる。そこをどけ。どくつもりはない。だったら力ずくでどいてもらうぞ。犯人は絶対に渡さない。この渡らずやが。おうし、しじ、かじき、こぐま、かとり、かぶわ、わし、きょうたま。ヘビー、ヘイ、ザ・チェンジ、ハロー、ザ・チェンジ。お前だ。ガル、どうして声をかけんかったんじゃ。家族のいるお前を巻き込むわけねえ。俺はいつでもラッキーの力になるき。オオカミ、ガル、やめろガル。ラッキーに剣を向けるってことは敵に操られてるってことか。目を覚まさせてやる。みんなを止めよう。ガル、こんな戦いはもうやめよう。そうだよガル。クラッチ、だったら聞いてくれないから。聞けません。お前と本気で戦うのは久しぶりだな。そうだな、相棒。こんなの嫌だ。だけど今の兄貴はもっと嫌だ。ヒロインみたいな顔してバカじゃない。あなたに何がわかるのよ。あらあらあら、そんな可愛い子ちゃん二人して俺を争って喧嘩なんかしないで。俺は二人ともオッケーだ。ハミーちゃんだっけ。可愛いね。名前は似てるけどうちのハミーとは大違い。お兄さんが守ってあげるから。邪魔。だからそんな怖い顔君には似合わないって。ほら。
ミー、君がやりたいことを止めるつもりはない。人には言えない理由があるからね。司令、今は総司令ね。けどこれだけは覚えておいてくれたまえよ。離れていても心は一つ、それがキムレンジャーだ。ほら行くよ。それと君、強引な男はモテないよ。女性を口説くのに一番大事なのは大人の余裕だ。あら、ご心が。なるほど、それが大人の余裕ってやつ。違うんだって、それより助けてくんない。見損なったぞ、ラッキー。お前、それでも救世主か。教祖不明のために。なぜギャバンがこの宇宙に、覚悟は足りないようですね。あなたはキューレンジャーである前に忍者として修行を積んできた。目的のためなら犠牲を厭わない。忍びとはそういうものです。でもお師匠に会えなくなってもいいんですか。また悲劇のヒロインみたいな顔して。私はただお師匠様を救いたいだけなの。え、カメレオン忍法レイク細胞、この術は無礼な真似を許してください。私がカメレオン流の忍びであることを証明したかったんです。私の名前はデモスト、あなたの師匠の兄弟弟子にあたるものです。師匠様の、これは、あ、師匠様、私シャークマッターとの戦いで死んだとばかり。生きています。だが間もなく命は尽きるでしょう。そんな、私は長い時間をかけて死んだものを蘇らせる秘術を編み出した。あなたの師匠は生き返るんです。ハミ、私に力を貸してくれませんか。お師匠様は大切な人なのね。でも私、お師匠様を助けるために泣くも。昔私にも大切な人がいた。あと少しだけ待っていろ。はい、戦いの中で私はその方のために死んだ。私にはあの方のためなら何だってする覚悟があったわ。どうしてその話を私に。さあね、覚悟のないあんたを見てたら同じカメレオンの選手としてイライラしちゃって何か伝えたくなっただけ。で、どうやってこっちに来たんだ。ジライエがデモットの秘術を解析してな、今でも必死に頑張ってるこれ。シュ、お前ちゃんとデモストを追っかけてんだろうな。あったらねえよ。まあ大体の目星はついてる。あ、そういうことで、あとは任せとぜ。
本当うさんくせえやつだ。事情は分かった。すまん。だったらお前だって分かるだろ。俺たちは仲間を守るために戦っただけだ。話になんねえな。え？お前をスペーススクワットにスカウトしようと思ったんだけどやめた。なんだよいきなり。お前たち本当に正しいことだと思って仲間割りしてんのか。正しいだなんて思ってない。でも僕たちがハミーちゃんを守らなくて誰が守るって言うんだ、うん、俺たちだって戦いたくて戦ってたわけじゃない。ただの言い訳だな。期待外れだよ。俺が知ってるお前はそんな男じゃない。お前やるな。俺は宇宙一ラッキーな男だからな。勇気の先の無茶が生むラッキーか。お前たちは絆を信じて宇宙を救ったって聞いたぜ。だったらこの今も信じてあげろよ。それが仲間ってやつだろ。でどうするつもりだ。俺様は宇宙連邦大統領だ。宇宙の平和を守る使命がある。めんどくせえな。悩むなよ。俺様が悩んでるように見えるか。簡単な問題をバカみたいに難しく考えてる。バカとは失礼な。大統領に向かって。よせ。シュ、お前ならどうする。辛いことは全部忘れちまえ。そんで面白いと思ったことだけをやる。それが悪を倒す一番の近道だ。もう俺たち元に戻れないのかな。いいか、我が輩たちは何度だって苦しい道を乗り越えてきた。だから心配するんじゃねえ。まさかこんなことになるなんて。悔やむな。悔やんだら負けだ。信じた道を進もう。急に呼び出して悪かったな。実はちょくら二人に頼みたいことがあるんだけど。俺たち。おキューボクちゃん。決めた。どうしました。ここを離れます。仲間を裏切れません。お師匠を死なせていいんですか。お師匠様はこんな私を許してくれない。そう思うんです。お前か、横槍を入れたのは。だったら何。私は私のしたいことをしただけ。おめでこれを見るがいい。私のことはいい。ここから離れなさい。お前が私の元を離れるというのならこいつの命はない。そんなひどいことを。同じ一族の人間を。まだ信じてたのか小娘が。私はお前の一族でも何でもない。お前を利用しようとしていただけ。ほんと。よくも。死なせたくなければ私の意志に従え。そうすればこいつは助けてやる。
私の望みは唯一、この宇宙を教祖フメイン様に献上すること。そのためにはキューレンジャーが邪魔なのだ。じゃあ、そうだ、だからお前を利用して仲たがいをさせる。僕ちんに考えが。入り口にこんなものが。ヤツの狙いはネオキュートの製造工場。絶対に渡さない。最後の仕上げだ。貴様に大統領を暗殺してもらう。ぜひよ。そしてキューレンジャーは崩壊する。我々宇宙連邦は元キューレンジャーのハミを凶悪犯罪組織の一員として公開捜査に乗り出すと決定しました、さらにかつての救世主の一人であるハミー氏の愚かな行為に大統領は遺憾の意を表明、重大発表を含む本件に関する演説を行うことを決定しました。よっしゃだっけ。ハミちゃん、うまくできるかな。邪魔なやつは切る。それだけだ。あの子がいいものじゃなかった。俺様はかつての仲間の不祥事の責任を取る。すなわち俺様大鳥剣は宇宙連邦大統領を辞任する。突然何を。黙れ、演説しろ。テレビ来ると思ったぞ、ラッキー。大統領を辞任か。何をするつもりだ。もちろんハミーの裏切りに始末をつけるためだ。そうか。大統領を辞めれば俺様もキューレンジャー。よっしゃラッキー。やっぱり変わってなかった。ハミ、一人で思い詰めるな。俺たちがついてる。ラッキー、それで大丈夫だ。黒幕は案外近くにいた。そこをどけ。大統領、黒幕はお前だ。
いい加減正体を現したらどうだ。デボスと何を。とぼけるな。バランスとナーガが突き止めてくれたんだ。というわけに。なんてこった。剣の補佐官がデボスと。シュウが匂いに気づいたんだよね。あ、いい匂いです。そしてシュウは俺に同じ匂いがついていることに気がついた。君もいい匂いするね。それで俺は二人に大統領補佐官成瀬公子の身辺調査を頼んだってわけだ。デモストの仕業だ。化けと剣に近づきネオ Q 様の情報を得た。そうだとしてどうしてハミは俺たちの中を裂くために利用されたんだ。バレていたなら仕方がない。ここで貴様らを抹殺するだけだ。俺たちを相手に勝てると思うな。どっちにつくべきか分かってるよ。私は師匠がどうなってもいいのか。あけぽよべー。ハミ、お前の師匠は助けた。安心して戦え。ありがとう、ナガ、バランス。させてもらう。正体を現したな、宇宙人デモスト。てめえかけさせやがって。宇宙暗黒忍法大撃。まずは貴様から血まつりにあげてやる。貴様蘇らせるなんて余計なことを。私は私の意志を全うした。リオ様と共にこの世に未練などない。ハミ、あんたも後悔のないよう生きなさい。あんたに礼なんか言われても。嬉しくないんだからね。ミラクルスター、私知らせておりよ。何？ポイズンスター。
殺取りオレンジ技術スペア、オカミブルー、サイレントスタートリックスター、ヘビスカイメタル、ヘロピンガード、ボヨイングスター、オウスター、ブラック、スラビスター、カメレオングリーン、スピードスター、バスティック、フードバイスター、ビッグスター、カジキイエロー、オルマスカイブルー、ステースバスター、ホームオーソルジャー、宇宙戦隊キレンジャー、かかと落とす、うわぁ、うわぁ、初撃、光を越えるぜ、おいで、国忍法影分身、フン、私の力になれるな、あんたの運試してあげる、宇宙暗黒忍法雷撃、もう迷わない、私には仲間がいる、楽しいね、あなたたち、いいもの
強き者どもよ、いずれまた。終わっちまうのか。まあ楽しかったよ。すまねえな、こいつは俺たちが連れていく。二度とこっちに来させないでくれよな。約束する。チョリンス、任務完了。ん、強くなったね、師匠様。よかったな、ハミ。みんなありがとう。私がしたことは許されることじゃありません。うん、私を捕まえてください。ハミ、デートなら。この宇宙は俺の管轄じゃない。お前たちのお偉いさんに任せるよ。任せろ。俺様は大統領だ。全てはデモフトの罠にはまってのことは何とかしてやる。でも辞任したの。大丈夫だ。これから新たに就任すればいい。すなわち三代目宇宙連邦大統領としてな。いい加減なやつだ。だが剣らしい。大統領命令だ。ハミ、大学を卒業したんだってな。先生になってたくさんの子供たちを助けてやれ。それがお前にできる償いだ。みんな、頑張ってくれ。じゃあ来い。え、パーリーは？いいから来い。え、でもぐずぐずすんな。おい、ジライヤが辛そうだ、帰るぞ。はい。ラッキー、スペーススクワットとして俺と一緒に俺たちの宇宙で戦ってくれないか。ジャバ、認めてくれたのか。最初からそのつもりで来てんだよ。やっぱりいいコンビだ。俺がおまわりさんか。まあ考えとく。まだこっちの宇宙でやらなきゃいけないこともいっぱいあるしな。そうか。みんなと出会えてラッキーだな。また絶対に会おう。じゃあな。よろしく、ユキ。そんなデータしない。いやー、よかったよかった。すべて丸く収まったようだね。お前、偽物じゃないだろうな。偽物って、違う違う。
信じられねえ。よくも俺たちを騙して。いかがでしょう。あ、シェフ、これ何で出しとったんですか。こちらは牛です。え、牛？あ、牛です。牛の方。あ、おったまりや、びっくりした。普通は牛だろ。そうですよね。でも俺、牛みたいな店だから。グサッ。これも美味しそう。何これ、美味しそう。うん、ああ、ダメです、これは。うっさい、バーカ。盗まれる方が悪いのよ。ああ、ちょっと、また豪快に行こうとしないでください。なんか二人声が似てるような。どこが。誰かに出会ったその時、物語は動き出して、昨日までと違う景色が見えてきた。時には疑ってみたり、それでもと信じ続けたり、たくさん覚えた初めての感情。今は遠くで光る僕のように輝いて、結び合う線なら一つずっとね、途切れない。また君に会いたい約束だよ。それぞれの道歩き出しても、青い空見上げたら君も見ていると思うから、また君に会いたい。その時までもっと最強の自分になって、キューレンジャーたちの協力で現場空海12人の一人デモストを逮捕したステーススクワッド。月曜がプンプン丸です。ジライアが何か怒っているので、そんなことよりも俺を見てくれ。惑星アルメユの高層ビルで起きた大火災ですが、火元は依然として不明。犠牲者の数は最終的に900人を超えると見られています。最近宇宙各地で頻繁に起こっているビル火災には、現場空海が関与しているという疑いがあるとのこと。京都不明院のためになる呪文の後、バンクという大きな破裂音がして一気に火が広がったとのこと。俺は引き続きこの火災事件について探ってみる。しかしこの頻発する火災が現場空間の仕業だとしたら、救助隊とも連携した方がいいな。レスキューか。はあ、なんか当てはあんのか。ない。ないんかい。ギャバン隊長がスカウトする次なるスペーススクワットのメンバーは一体誰なのか。